10時になりました。 To the Nature 始まりました。味覚の秋、食欲の秋、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日はですね、おせんべいがあるんですね。揚げおかき、ちょっと食べてみましょう。おいしい。この音伝わりましたでしょうか。こちらのおかき、東京都は国分寺にありますととやさんで買ってきました。ととやさんはゼロウエストのお店なんです。ゴミがゼロ、ゴミを出さないっていうお店なんですね。ですので買いに行くときは、私たちは自分の好きな容器を持って行って、そこでこう自分で食材を入れるっていう形の、そういうスタンスのお店なんです。そういう形のお店ですので、もう自分で好きな容器を持って行っていいんですよ。紙の容器でもいいですし、ガラスの容器でもいいですし、お弁当箱でもビニールの袋でもいいんですよ。布の袋でもいいんです。とっても自由度が高いんです。自分が好きな分を好きなだけ取ります。では実際に体験しに行ってみましょうか。ではレッツゴー。はい、ととやさんに来ました。量り売りのお店ですよ。今日は、ととやさんのひとみさんにお話を伺います。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。皆さんとではね、早速ですけれども体験してみましょう。では早速やってみましょう。こちらはゴミが出ないお店ですので、容器をね持ってきます。私も容器持ってきました。ここにね入れてみましょうか。まず容器なんですけど、ご持参していただいた容器に食材を入れて持って帰っていただけるっていうのが仕組みなんですけど、最初に、空の容器の重さを測っていただきます。でその重量を記入していただけると、最後にレジ持ってきていただいた際にその分引くことができるので、あの容器分引いて中の食材の重さだけで量り売りができます。なのでまずはこの手順をお願いします。はい、今ね量りに載せました。14って書いてあります。袋が 14g ありますよってことなので、袋に14って書きましょうか。はい、そしたらじゃあ早速おせんべいいただきます。これでですね、ちょっと音がラジオなんでね、音出ますでしょうか。このサクサクが自分でね、好きなだけ、好きな量だけ食べる分だけ量ります。私たちが主役です。はい、皆さん入ってますよ。もっと食べれるかな。これがまた楽しいんですよ、自分でね。私が救ったのはもう私のお家に来るっていうね、出会いですよね、これもね。これ以前食べたんですけどね、油が違うというか全く違うんですよね。はい、入りました。じゃあこれね、使ったレードルは別にね置きますね。まあもうレジに持ってきていただいて大丈夫です。はい、はい、私ね今おせんべいを入れました。これをレジに持っていきます。様にはその空の容器測ってもらって、その後食材入れたらもうレジに持ってきちゃって大丈夫なんですね。なんでそんなに手順はないです。でここでスタッフが、容器分引いて商品登録するっていう流れです。至ってスマートですね。量り売りって意外と、まあ、アナログではあるから手間かなとかちょっと面倒くさいかなって思うと思うんですけど、実はなくて、でもこれもととやが一緒にやってる寺岡製鋼さんっていうレジとか量りのメーカーさんなんですけど、そこの技術のおかげっていうところがあって、ちょっと今時なライフスタイルに合った量り売りを私たちは提案しています。そうなんですよね。お肉屋さんにも量りがあるんだけれども、だってシール貼ってレジ別ですもんね。この量りとレジが連動っていうのはまさしく、まあ、合理的ですし、もうこれテクノロジーなんだなと思いました、うんうん、そういう現代人のライフスタイルに合った、今の時代に合ったものを作れればなっていうふうに考えて、今本当にいろんなことをしつつやってるって感じですね、うんうん、アナログのものともう最新鋭のものとね融合している感じです。商品のご紹介はっていうと、きちんとその器に瓶の方に生産者の情報とかが書いてあるんですよね。だから皆さん、量り売りってあの対面販売なので、その表示の義務とかが実はないんですね。だから名前と価格ぐらい書いてあればもうそれで OK っていうのではあるんですけど、美味しい食材並べてるので、その分生産者さんの思いとかも知ってもらいたいし、ちゃんと分かるような表記はしてあるので安心していただけますし、そこに載ってない情報とかでもスタッフがお答えできるので、なんだろう、コミュニケーションも私たちすごい楽しく好きな時間なの
ので、そういう質問もぜひぜひいただけたらと思います。生産者の思いをお客様に伝える、その大使さんのようなお役目もあるんですね。本当ですね。皆さんに伝えて、でそれも生産者さんとつなげる、ね、役割だと思うので、うん、大事な時間だと思ってます。あとは何だろう、私たち結構生産者さんから直仕入れみたいなことをしてることが多いので、だからこそ伝えられることも多くあると思ってるので、そういうのって消費者の方の何だろう安心にもつながりますし、うん、いいものを伝えられることがすごく嬉しいです。こちらの昆布なんですけれども、これね、体が温まってお湯にこう溶かしてスープにして飲んだんですけれども、塩が効くからほんの一つまみの半分ぐらいでもう塩が十分味が染みて美味しかったです。でこの昆布粉末なんですけど、純也岡山さんっていうところから仕入れさせてもらってて、本当にトロトロしててすっごい美味しいんですね。よくあるだし粉末って結構昆布、真昆布として売られるものとはまた別の除外されちゃったようなものを粉末にすることが多いみたいなんですけど、これはもうその真昆布を使って贅沢に粉末状にしてるので、だから美味しいっていうのがあるんじゃないかなと思います。本当にね、ちょっとね冷えてる日の夜なんかはこれを飲むとお腹が温まってぐっすり眠れるんですよね。体がね整うような感じしますね。ジャスじゃないんだけれども、ジャスと同じようなこうスピリッツで お作りしているってお伺いしました。うんうん、そうなんです。うちで扱ってるもの結構あるんですけど、ジャス認証取ってなくてもオーガニック、その無農薬無化学肥料で環境に配慮した形で作られてるものについては、私たちが思ってる理念と通ずるところがあるので販売するってことをしています。ジャスとかそれだけを基準にしてないっていうのがうちのこだわりでもあります。こうドライフルーツみたいなのも置いてあって、ドライフルーツのコーナーにも行ってみましょうか。ドライトマトがまたすごく美味しかったです。このドライトマトなんですけど、イタリアから仕入れていて、イタリアの旬の状態のトマトをドライにしているものなんですね。だからすごい栄養価も高いですし、旨味も凝縮されているので、日本でいうその旨味成分、だしとかそういうのにもこのドライトマト使えるんです。結構日本の方ドライトマトってちょっとお菓子感覚で食べるイメージがあるんだと思うんですけど、トテヤが扱ってるこのドライトマトはお料理に使うのすごくおすすめで、だし取りとかリゾット作ったりとかパスタの具材にしたりとか、本当にいろいろ使えて重宝しています。じゃあ次はですね、チョコレートのコーナーに行ってみましょうか。ずっともう何種類もあります。美味しそうですね。こちらのチョコレートフェアトレードだっていうことをお伺いしました。そうなんです。ベルギーにあるベルバスっていうメーカーさんから仕入れをしてて、オーガニックフェアトレードで本当に長くやられてるところなんですけど、ヨーロッパで最もグリーンな会社って言われてる場所になってます。うちでもすごく人気な商品になってます。これ輸入するときにちょっとアイデアがあったんですって。そうなんです。ベルバスさんはもともとチョコレート1枚1枚個包装して販売してるような普通のメーカーだったんですけど、私たちトトヤは量り売りで販売するっていう上で、なるべくゴミが出ない仕入れっていうのをしたかったので、メーカーにお願いしたところ、なるべくゴミが出ないようにって専用の箱を作ってくださって、もう緩衝材も1枚だけっていうすごいシンプル紙の箱なんですけど、だからリサイクルとかもできますし、個包装のゴミが一切ないっていう納品方法で今やってくださっています。トトヤさんのアイデアに対してその企業様が答えてくださって対応してくださったということですか。そうです、その通りです。だから私たち小売だったり、トトヤ実は卸の販売とかもしてるんですけど、そういうところからメーカーというかその生産者さんの姿勢をちょっと変えるっていう、そういう力もあるんだなっていうのを感じた、うん、嬉しい例でした。もともとね、その大地に優しい農業なんだけれども、そして人に優しいんだけれども、さらに新しい風を吹かせたってことですよね。うん、その通りです。そして皆さん、地元ですよ、国分寺さんの古代赤米がこちらで販売しています。これが古代米って言って、
昔からあるもの、品種改良が行われてない品種になってるんですけど、この赤米っていうのが日本では本当に少ないんですね。だからこの国分寺の地で取れてるっていうのすっごいことで、幻の赤姫ってそう呼ばれてるんです。これお姫様赤姫、そうそう、お名前が赤姫っていう名前になってて、国分寺の赤米プロジェクトっていうのがあって、この種赤米を守ろうっていう形で活動されてる方たちがいるんですね。でこのニューバイタタヤ のスタッフの一人、ユウさんっていう方がいるんですけど、ユウさんもそのプロジェクトの一員で、そうなんです、週に1回ぐらい赤米の方を参加されて育てたり、そうそう、その活動に参加されています。田んぼがあるんですね。そうです、国分寺だったり、あと埼玉の方にも田んぼがあるので、そちらでやられて守っています。伝統を守ろうという気持ちもこちらには根付いているということですね。そうなんです、私たちもこの地元の古代米ってすごい希少なものを知ってもらいたいって思いもあって販売をしていて、うちでは 20g から量り売りで購入が可能なので、本当に少量からお試しができるっていうのがポイントだと思います。でこの赤米が例えばだけど白米とか玄米とかに合わせて一緒に炊くっていうのをおすすめしてて、そうするとお米全体がちょっとピンクっぽい赤っぽい、そうそう、色合いになるので、何かお祝い事の時とか、なんかそういう時に食べていただけたら嬉しいなって思います。私もねいただいたんですけど、ほんのりピンク色になって綺麗ですよね、かわいい。そうそう、でプチプチした食感がすごい美味しいです。20g からっていうの嬉しいですよね。私もねお豆とか全部戻しちゃったりすると膨大な量になっちゃってね、ほんの少しでいいんですよね。もう家族の人数も少ないし、そんなにいらない時にやっぱり自分に必要な分だけ買うっていうのは食品ロスの削減にもつながりますよね。本当にその通りです。量り売りっていろんなメリットがあるんですけど、その一つはやっぱりフードロス削減のことにつながりますよね。皆さん今いろんな家族構成があるからこそ、本当に今舞さんおっしゃってくださった通り、家庭によって必要な量って絶対違うと思うし、だからこそ必要な分だけ目で見ながら買えるっていうのは大事だと思いますね。このねドライブルーベリーが私も買って、これもう本当にもう5ミリぐらいにちっちゃいのにしっかりブルーベリーの味が濃い味がしますね。そうなんです、もう味がギュッと凝縮されてて本当に美味しいです。こちらもオーガニックの農園から来てるんですね。そうです、これはオーガニックのものなんですけど、ヨーロッパのオーガニック認証ユーロリーフっていうグリーンのマークはついてるものになっていて、うちで販売しているドライフルーツブルーベリー以外にもいくつかあるんですけど、全部お砂糖不使用になっています。そうだからベリーって結構酸っぱいから、そのまま食べちゃうと酸っぱすぎて食べれないんですけど、うちで販売してるのお砂糖不使用の代わりにリンゴ果汁、オーガニックのリンゴジュースで漬けているので、ほんのりとした甘みと爽やかな、なんだろう、酸味ちょっと感じられる、それもあってこんなに美味しいんじゃないかなと思います。どんな風にして食べます？私ね、ヨーグルトが定番なんだろうけど、サラダにベビーリーフとかと合わせても美味しいんですよね。ナッツとかと一緒に合わせても。私はもうその味が大好きだから、スプーンに何粒か乗せてパクッと食べるっていう贅沢な食べ方が好きなんですけど、結構皆さんヨーグルトで楽しまれる方は多い気がしますね。あとは今はなくてちょっと悲しいんですけど、カフェスローさん、お隣、私たちカフェスローさんっていうオーガニックカフェに併設してるんですけど、そちらではブルーベリーが旬な時期にフレッシュなブルーベリーと一緒にこのドライブルーベリーも使ってパフェを出されてます。それもすごく美味しいです。ダブルでちょっとみずみずしい感じのとしっかり濃く、来年多分出てくるメニューだと思うので楽しみにしててほしいです。来年楽しみにしてましょう。このそれぞれの素材を買って自分で組み合わせるのがまた楽しいんですよね。例えばおせんべいとナッツ組み合わせて食べたりとか。そうそうそう、本当に柿の種とうちで販売してるアーモンドの皮なし、白アーモンド、あとそこにチョコレートもちょっと加えるとすごく美味しいです。新しい、
そうなんです。スタッフが結構いろんな組み合わせするの好きなので、そこで見つけた、うん、組み合わせです。はい、皆さんパスタお好きな方いらっしゃいますでしょうか。こちらパスタがいろんな種類ずらっと並んでいます。はい、うちで販売してるパスタ今は何種類か7種類ぐらいかなあるんですけど、全部古代硬質小麦っていう昔のギリシャ人とかが食べてたって言われるものなんです。だからこれも赤米と同じく品種改良が行われるより前の品種のもの、すごい貴重なものなんですけど、それのティミリアの全粒粉っていうものとラッセロの半全粒粉、その2つの粉を使ったパスタ販売してます。あ、そうなんですが、そんなにありがたいものだったんですね。そうなんです。そんなパスタが結構お手軽な価格で買えるので、私も結構よく買うんですけど、その半全粒粉のラッセロ種の小麦の方はすごいもちもち食感が特徴的で、お子さんも、うん、好きな子がすごい多いと思います。科学的なものでもちもちってあるんですよね。今そうじゃなくて自然のもので。そうそうそう、古代硬質小麦って結構グルテンが少ないって言われるんですけど、そういうことで結構言われるものもあるんですけど、うちの半全粒粉の方は割ともちもち食感楽しめますね。でこの隣にあるのがオリーブオイルで、またこれがねまったりとしてて油っぽくなくてね、さっぱりしてて、そう、このオリーブオイルもすっごい美味しくて、すごいこだわってるものなんですけど、シチリア産のエクストラバージンオリーブオイルになってまして、一つ一つの実を手摘みで取ってるんですね。で手摘みの実って落ちてしまってるものをガーって取ったオリーブオイルと違って酸化がしづらい、そう、あとはその手摘みで取ったものも24時間以内に抽出してるので、さらにフレッシュなんですね。だからフレッシュでみずみずしいオリーブオイルが今 30% オフで販売してるっていう。本当ありがたい。オリーブオイルはすごい人気で、このシチリア産のものも多分今月中で完売しちゃうんじゃないかなっていう勢いなんです。今ねいっぱい売ってるのでいろいろ試すんですよね。でもやっぱりなかなかいいものに出会えなくって、私ここで全然違いました、食べてみて。私も結構オリーブオイル好きだからいろんなの試したことあるんですけど、うちのはやっぱ全然違うなって思って、だから大好きすぎて、もうオリーブオイルを使う料理を毎晩作ってます。これが食べたくて。わかります。なんかやっぱりスプーン一杯一日飲みましょうとかありますもんね、体にね。ありますし、あと私最近ハマってるのは、うちで販売してる納豆にオリーブオイルとお塩をかけてとか、ドライトマトをちっちゃく刻んだのをかけて食べるっていう、ちょっと洋風な納豆の食べ方がすごい好きです。そう、納豆も缶に入ってるんですよね、納豆がね。そうなんです。納豆って結構パックに入ってるからどうしてもゴミが出てしまうし、そのゴミって匂いとかもあるからストレスになると思うんですけど、うちはやっぱゼロウェイスト、そのゴミが出ないっていうのをこだわってやってるので、ステンレス容器に入れて作ってるものを販売してます。でこれも京都の藤原食品さんっていう、もう大正時代から続く老舗の納豆メーカーさんに作ってもらっていて、で大豆、使用してる大豆はうちで直輸入してるフランス産のものを使用しております。もう完全にオリジナルの納豆なんです。で国産有機ってまず数がすごく少ないので、やっぱり価格が高くなってしまうっていうのもあって、なんで私たち直輸入したヨーロッパのものを使って、皆さんが日常でも食べれるような価格で納豆を届けようってことで、しかもゼロウェイスト、そんな納豆なんですけど、やっぱり大豆が美味しいっていうのもあるし、藤原食品さん作ってもらってるので本当に美味しくて、ファンの方は多いですね。それでオリーブオイル、私ちょっとやってみようかな。ちょっとどういう風な味になるか教えていただきましょう。どんな味って言うとちょっと難しいんですけど、私とにかくオリーブオイルが大好きなので、なんだろう、それが楽しめるのが新しいのかなって思うし、あとは実はこのレシピはお客様が教えてくださって、そう、納豆とオリーブオイルとお塩で食べるの美味しいよっていうのを、結構うちのお客様皆さんいろんなの組み合わせてとか、スタッフもそうだけど、そういうの楽しまれる方が多くて、納豆ってよくお醤油とかからしとかがついてくるけど、それがないからちょっと幅が広
広がって新しいものができて、うん、楽しい。お客様のアイデアも、ね、斬新ですね。お客様もいろいろ研究していろいろなものを組み合わせるんですね。オリーブオイルとお塩がうち本当に美味しいから、納豆以外にもお蕎麦を添えて食べる方もいるし、ご飯にちょっとかけてっていう方もいるし、うん、結構どんなお料理にも合う万能なのがオリーブオイルとお塩なんじゃないかなって思いますね。私ね本当そう思う。ドレッシング使わなくなりました。今日あえて私に容器持ってきたんですけれども、容器持ってこなかったっていう方どうしましょう。うちの方でデポジット瓶っていう瓶とかコットンバッグ、あとはドネーション瓶っていろんなオプションを用意してるので、それを安心してもらって全然大丈夫だと思います。デポジット瓶一番最初に言ったものが150円でまず買っていただくんですけど、洗ってまたお店の方に返していただいたら150円返金するので、実質無料で使える瓶っていう形になってます。で、瓶ってあのリサイクル結構できるって言われてるけど、それでもエネルギーを結局使ってるので、今あのそのままの形で使えるものはそのまま使ってほしいなっていう思いで、あのデポジット瓶私たちやってまして、回収したものは私たちの方で洗浄してきれいにしてまた店頭に戻すってことをしています。リユースの代表ですもんね、ガラス瓶ね、うん、本当にその通りです。昔の日本は洗瓶屋さんっていうのがあって、瓶を洗浄する専用の人たちがいたんですけど、それもどんどんなくなってきてしまってるので、そういう文化もまたねどんどん復活したらいいなっていう思いもあったりします。お店に置いてある瓶と何かこちらお客様が持ってきてくださった瓶もあるんですね。そうです、それがドネーション瓶っていうんですけど、お家で出たものをあのきれいに煮沸洗浄してから持ってきてもらえれば、そのままの形でまた他の人に使っていただけるっていうことで用意をしてありまして、こちらはあの20円だけ容器代の価値を生み出すってことで払ってもらって使うんですけど、基本的にはそういう手価格というか自分の精神でそうやってもらってるっていう形です。ゴミじゃないですもんね、使えるんだから、やっぱり価格をねつけてあげないと瓶のためにもね。本当にそうだと思います。私もこの前一気に煮沸洗浄して持ってきました。お客さんも結構定期的にそうやって持ってきてもらえるので、もしお家にね眠ってる瓶とかあればぜひ持ってきてほしいです。本当にもお役にね立ちますので協力しましょう。日本のねお菓子は丁寧だから、一個一個小さなお部屋に入ってるんですよね、プラスチックのね。それまあ、まあ、5、6個食べちゃったりするともう山のようになってるんだけど、それまあ片付けてたんだけど、それがない時になんていう開放感。量り売りのお店だからゴミは出ないだろうっていうのは頭で分かってるんだけれども、実際にそれを経験した時にものすごい開放感があったんですよね。私も実際にここのお店を使ったりとか、自分のライフスタイルとしてゼロウェイストのライフスタイルっていうのを心がけてるんですけど、それって本当に気持ちがよくて、お料理しててもゴミが出ない、でお食事しててもゴミが出ない、だからゴミを捨てるっていうストレスがもうないのが一番だし、あとはどんどんそれがゲーム感覚になってて、あこれもゴミ減らせるじゃんっていうチョイスができるようになるのがすごく楽しくて、すごく好きです。これを実際にやってみないとね、味わえない楽しさですよね。本当にその通りです。私メルボルンに留学してたことがあったんですけど、そこでこのゼロエスタっていう言葉を知ったりとか、実際に量り売りショップでお買い物をしたりっていう経験をしたんですけど、そこでもうすごいドハマりしてしまって、でそんな生活日本でもしたいなって思ったらこのトトヤと出会ったんです。もう海外ではゼロウェイストの生活がもう定着してる感じですか？本当にお店がいくつかあるから、いろんなオプションがあるので、そういうのも使いやすさの一つだし、あとは私が住んでたエリアでは一つの駅、一つの街に一つは絶対そういうショップがあったので、だから誰でもできるそんな生活だったんじゃないかなと思います。日本でも増やしてほしい。実はそのノウハウを教えてらっしゃる講習もあるっていうふうに伺いしました。そのお話を伺いましょうか。はい、その通りなんですけど、トトヤが目指してるところっていうのが、私たちやってるような量り売りショップを日本全国に増やすってこと。私が今メルボルンの例で挙げたように、量り売りのお店とかも
地域に一つとかそういう自分の家の近くにないと なかなか継続が難しいんですね。なのでそういう状態にできればっていうこともあって増やすっていうところにもう力を入れてます。その一つとして現場で研修を行ったりとかオンライン講座を使って量り売りのお店を作るための講座ノウハウをお伝えするってことをしてます。本当にもう量り売りのお店が増えますように願っています。さて今日は量り売りのお店国分寺のとと屋さんをご紹介しました。実際に、私がリスナーズの皆さんと一緒に行ってね量り売りを体験するような風に放送してみたんですけれどもいかがでしたでしょうか。私はね立川経由でお店に行きましたけれども、川崎の皆さんもね電車に乗っちゃえば近いですのでぜひ訪れてみてはいかがでしょうか。 JR 国分寺の駅を降りて南側の方に出て素敵な公園があるんですよ。で素敵な公園の脇をこう歩いてね、大体5分ぐらいかなのところにあります。そして、お話にもありました通りカフェスローさんというレストランの中にとと屋さんはあるんですね。ですのでカフェスローさんの扉を開けて中に入っていただいて右手の奥にとと屋さんがありますので、遠慮なくこう扉を開けて中に入っていただけたらと思います。このねカフェスローさんもねとっても魅力的なんですよ。で私とと屋さんの取材の後にお茶してコーヒーとデザートをいただいて帰ってきました。コーヒーもとっても美味しかったんですよね。お食事もねしたことがあるんですけれどもとっても魅力的なお店なんでぜひそちらもねお楽しみいただけたらと思います。今日ねインタビューすべてお送りできなかったので再来週ですねこの続きをお送りします。はい、では来週も To the Nature 来週も自然の中でお会いしましょう。